どうも、花房ひぶか花房です。今日は、カンカン種について解説させていただきたいと思いますね。まあ、カンカン種って、どういう病気かっていうと、思春期以降の、女性に多いんですけど、一番多いのは目の周りに、ちっちゃい、1ミリから3ミリ程度ですかね、ちっちゃいプツプツができて、それが、いつまでたっても治らないっていうような病気になりますね。目の周りがすごい有名なんですけど、額とか、体にできることもありますね。で、白っぽい、肌色っぽいこう白いポチポチが、たくさんできてきて、一部こう収束っていって固まって、見えることもありますね。これは、ニキビとか、あとはね、飛牛種っていうものと、よく間違えられやすいんですが、特徴をね、しっかり理解すれば、見間違えることもないと思いますね。これもね、汗腺って言って、汗を作っている、腺の、構成成分が増えすぎてしまったもので、良性のものなので、特に悪いもんじゃないんですけど、見た目、気になる方は多いと思いますね。これも、真の原因は分かってないんですけど、女性に多いっていうのと思春期以降に発生するっていうことで、女性ホルモンの影響は、多少あるんだろうなっていうふうに言われてますね。あと、糖尿病のある人とか、あとはね、ダウン症の方もね、できやすいっていうのが、はっきり分かってますね。で、体にできた時とかは割と診断が困る時ありますね。治療法は、一つは、当院でおすすめしている、レーザーで、一つずつ焼いていく方法ですね。これはね、一番確実で、簡単な方法だと思いますね。その他、針を刺してそこから、ラジオ波を出して一個ずつ腫瘍を焼いていくっていう方法もありますね。海外だと、電気メスで、ジュージュージュってこう焼いていくような、治療をやっているところもあります。基本的には悪いものじゃないんですけど、目の周りとかにたくさんできると確かに気になるっていう人は多いと思いますので、もし、気になる方がいらっしゃれば、当院にご相談いただければ、治療させていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。